こんばんは。今日はイタリアの卵のカップサラダデビルドエッグを作ります。なんだか怖い名前ですが、デビルドとは刺激や辛みのあるものを指す言葉です。発祥は古代ローマ時代にまで遡る驚くほど歴史の長い料理です。とてもお手軽なので、肉や魚、チーズなどタンパク質を組み合わせたり、スパイス、ソースを加えたりと、いろいろなバリエーションがある料理でもあります。今日は最もクラシックなレシピを紹介します。はじめに卵を固ゆでします。水から卵をゆでて沸騰するまでコロコロ箸で転がすと、黄身がうまいこと真ん中に行きます。沸騰してから10分程度弱火でゆでていきます。茹で上がった卵を半分に切って黄身を取り出します。黄身をしっかりと潰して調味料を加えていきます。マヨネーズ、ディジョンマスタード、黒胡椒、お塩を加えてしっかりと混ぜます。味のついていない白身と一緒に食べるので少し濃いめに味付けします。絞り袋に入れます。使い古したジップロックで代用しました。白身に絞り出していきます。風味付けにパプリカパウダーを振りかけます。これでデビルドエッグの完成です。ご視聴ありがとうございました。気に入ってくれたら高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。